から左に攻める青のインフォーム大津。さあ稲田左足シュートゴール。稲戸が決めた。前半の6分大津高校先制。もうちょっと積極的に前に仕掛けてもいいと思うんですよね。さあ左から奥へミドルシュート狙ったゴール。ディフェンス奥へのゴール。同点。浦和南同点に追いつきました。中央稲田。そして同点のまま後半戦へ。抜けた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 。稲戸のシュートゴール。2対1。中を見たクロスが入る。エディングがちょっと打った。エディング押し込んだ。決まった。劇的同点ゴールは11番の山本。後半37分 PK 戦にもつれ込みます。ゴールを浮かしてしまった。2人失敗。大津5番小林決めればベスト8。決めた。大津高校ベスト8進出。北海道代表帯広北高校と大分県代表大分高校のゲーム。まずこの試合のオープニングシュートを打って、ああチャンスを迎えている。渡りだ右足入った。先制点。前半の3分。浅野もいる。渡りに合わせてきた渡辺。このボール弾いている。いやその前にホイッスル。今のはノーゴールです。微妙なファウルですけどね。14番の渡りシュート打った。キーパーの手をかすめて2点目。シュート決まった。3点目。この試合大分高校が勝てばもちろん初めてのベスト8。さあ数チャンスを迎えている。シュートチャンスを迎えている。落ち着いていった。決まった。4点目が入りました大分高校。試合は大分ペース。しかし後半5分、帯広北にフリーキックのチャンス。これが大きく外れチャンスをものにすることができません。ここで7分で4点を返すのは非常に厳しい状況にはなってきています。2番の大内跳ね返ったボールが入っていった。決定的な5点目。インターハイの準決勝と全く同じ顔合わせとなりました。市船へのリベンジと選手権優勝を目標に掲げています。最初にゴール奪うのはどちらか。さあカレンロバート左に叩いて7番の西洋平クロスボールを上げてくる。ヘディングシュート。均衡を破るゴールは市立船橋。さあ土屋がもう一度入ってくる。冷やしシュート。ディフェンスに当たっている。もう一度片桐シュート打った。1対1の同点です。さあ片桐にボール出てループシュート。ゴール片桐が2点目を入れました。2対1。ヘディングできるか。落とした。阿部翔平の足元。阿部の足元。いやいやいや。これから PK 戦に突入します。さあ6対6。外しました。ポストに当たった。ポストに当たった。福井決めた。決まった。岐阜工業高校ベスト8進出を決めています。九州の雄東福岡、関東の横綱前橋育英。相当チャンスが来た。シュート打てるか。前が開いた。足を入れていった。ファウルはありません。クリアした東福岡。さあチャンスだ。18の池本シュート打った。足元の先制した東福岡高校。前半の24分、18番の池本ゴールキーパーの股の間を抜いていった。大騒ぎの応援席。先制したのは東福岡だ。前半24分に東福岡が1点を取って1対0。東福岡がリードしています。もう一度放り込んでくる。ゴール前こぼれている。シュート打てるか。まだ打てるか。西が抑えた。もう一度クリア。またチャンスが訪れる。次々に両チームにチャンスが訪れます。シュートか。さあ1対1だ。シュートは打てない。真ん中に放り込んでくる。後ろからシュート。前橋育英後半の26分1対1。
合わせて80分に勝負決せず、13番の相川、前橋育英思い切り、4番の池田、東福岡外すわけにはいかない、止めた、前橋育英3回戦突破。高木さん注目の前橋育英が接戦を制しました。そうですね、坪内君のシュート、はい、ビッセル行きが決まっているそうですけども、はい、いいアピールになったんじゃないですかね。このようにですね、まあ、接戦を制してトーナメント勝ち上がっていくというのは、はい、この後の戦いぶりに影響はどうですか。そうですね、前橋育英というのはの力を考えるとそんなに楽なゲームってなかったと思うんですよね、これまで。でこういった接戦を乗り越えると、うん、またね、こう波に乗る部分というのを持ってますから、非常にこういいんじゃないですかね。今大会振り返ってみますと、南宇はもう初戦で6得点取って次の試合負けて、ね、市立船橋高校も6得点して次の試合負けてるということで、やっぱりこう接戦で勝ち上がっていくのが一つのキーポイントなのかも。そうですね、はい、はい、さあ残りの試合はどうなってるんでしょうか。今日の3回戦4試合まとめてどうぞ。前半が終わって0対0、両チーム2得点で後半40分の戦いがまもなく始まろうとしています。後半の戦いが始まっています。さあゴール前、シュート打った、どうだ、ゴール、西野が決めた、西野が決めた、後半立ち上がり西野が決めた。どちらに入るんでしょうか。1対1の同点です。10番の西野、西野前向いて向かいにボールが出た、シュート、もう1回入った、ゴール、9番向かいが決めた、爆陽高校勝ち越し、西野からの縦パス1本、9番の向かいが決めました。さあ静岡県がボールを中に入れる、12番の深澤、ここで試合終了。波乱の主役岡山県代表爆陽高校、帝京高校に続いて静岡学園を破って20年ぶりのベスト8進出を果たしました。2試合で1失点と堅い守りが持ち味近大和歌山、一方個人技組織力とも全国トップレベルの鹿児島実業。左の12番立石がフリーになっている、クロスボールが入っていった、フリーになっている、ヘディングでボールを浮かんでシュートを放った、クロス、ゴールポストに当たりました。非常に楽しいキャラクターです。ゴール前、吉田に合わせてくるか、決まった、ゴール、先制点は近大和歌山、11番の吉田がヘディングシュート、9番の福寿、大外を走らせる立石、クロスボールが入っていった、11番の宮部シュート決まった、ゴール、1対1、ついに同点に追いつきました。長打、トラップがして賞金、シュートを放った、海尻が掴んだ、今ロスタイムに入りました。もうね、近大はもうボールに対してないので、ゴール前ヘディングシュート決まった、城の勝ち越しゴールが決まりました。城単独今大会初ゴール、ベスト8に進むことができるか。東北高校、10年ぶりのベスト8を狙っている四日市中央工業高校、東北のチャンスになる。9番の加藤、切り返した、どうだ、左足落ち着いている、こぼれたところ、小林、先制は東北、1対0と東北高校1点リード。さあチャンスを迎えた、シュートだ、決まった、7番の岡野、同点に追いつきました。名門四中高、1対1、東北先制、そして四中高が追いついて五分の戦いが続いています。内田のフリーキック、ニアサイド狙っていた、ヘディング、流したボールはポストの右、残り2分少々でどちらが点を決めるか、監督選手も立ち上がって見ています。ファーサイド狙ってきた、ヘディング、土壇場で4シュート、2対1、6番の片山、左のクロスに注目だ。さあその片山がゴール前にはゴール入りましたね、これは加藤、壁が向き、鈴間のシュート決まった、11番の亀ヶ淵元からこれはフリーになっている、決まった、シュート、2点目決まった、ゴール、最後の時間ですけども、はい、休ませないですよね。あ、これはどうだ、決まったか、3点目決まりました。それだけ相手のこの目に見えるレスというかものも含めて、はい、あ、これは決定的な状態になっている、ここはどうだ、決まったか、4点目、
国見高校、鴨原のシュート決まった。ゲームプランではなくてね。さあ、向いた、どうだ、フリーランセール、これはどうだ、決まったか、豊田決まった、ゴール、1点返した、星稜高校。さあ、これが本当に最後の攻撃か、新田から田中へ、ここで試合終了です。国見高校がベスト8に勝ち進みました。